で、そのなんとかミーティングだけど、 LR フェスキックオフミーティングね。要は今回のフェス関係者顔合わせの場って感じみたい。で、各バンドから2人の参加が必須っと。つまりその場で他のバンドメンバーとも会えるわけだ。いいね、ライバル同士バチバチに火花飛ばし合おうぜ。そうなの？まあ一応リーダーだし、ユーは出てもらうとして。一応とか言うな。で、もう一人はどうする？レン君、思いっきり行きたくなさそうな顔してるね。だってバチバチに火花って、それに人がたくさんいるところも好きじゃないし。そんなことないって、きっと懇親会みたいな雰囲気じゃない？俺は七星が行くのがいいと思う。出るか出ないかを決める判断材料にすればいい。うん、いいんじゃない？自分の目で見た方がどんなフェスなのか分かるだろうしさ。そうそう、俺も行くしさ、怖くねえって。分かった。それにしてもすげえとこでやんだな、なんとかミーティング。天井高え。なんか場違いな感じで居心地悪い。僕たちつまみ出されないかな？大丈夫だよ、もっと堂々としてろって。こっちは招待された側なんだからさ。でもやっぱり落ち着かない。じゃあ少しここでゆっくりしてろよ。俺飲み物取ってくるからさ。うん、ありがとう、ユート。戻ってこないな、ユート。やっぱり僕も行けばよかったかな。ねえお兄さん。え？お兄さん、フェスに出る人な？子供？失礼やわ、立派な中学生やで。あ、ごめん、一応出る人なのかな。まだ出るか迷ってるけど。へえ、なんでなんで？出る意味がわからないからかな。世界へ行く意味とか優勝する意味とか。ふーん、面白いこと言うなお兄さん。面白いかな。せやろ、だってこのフェス出る人みんな優勝目指して出場するんやないの？うん、それを意味がわからないなんて。なんや面白いわ。シュウ、こんなところにいたんですか？レイシカ、なんやの？まだ挨拶しなくてはならない事務所があります。早く戻ってください。いややわ、あの人らと話しても何も面白ないやもん。こっちのお兄さんの方が面白いわ。知り合いですか？いえ、今会ったばかりで。あ、そうだお兄さん、自己紹介がまだやったね。僕は宇治川シュウ、イプシロンファイのボーカルや。